えー、毎度売りです、えー、2月の今年2月の、えー、月間損益店の売上から利益とおあとそれに対しての今時短協力金ってあるじゃないですか営業時短のね協力金、えー、時短要請してたらあ大阪府から協力金がおりますよっていうやつなんですけどそれがまあ1日6万円なので えーまあ、それも含めたあ月間損演技をちょっとまあ飲食店、ね、苦しんでるんでやっぱりどの店もどういう感じになってんのかっていうのを、えー、ちょっといつも通りやっていこう思いますんで <laughs> で結論から言うとさすがに売り上げ下がりましたよねさすがに下がるやろ、まあんまねコロナやからとか時短やからって ね、売り上げ下がったっていうなんかもう言い訳みたいなのしちゃないんですけどちょっとさすがに売り上げ下がりましたよねだから結論から言うと純売り上げが2月は273万9430ですねでこれを順番に紐解いていくとえー、2月は売り上げこれでで仕入れ額まあ言うたら食材の買ったりとかドリンクとかね その他ものもの資材とかもラップとかね袋とか全部含めて、えー、49, 94万9694円でそれに対しての減価率この減価率っていうのはもう食材とおドリンクとおもう単純に仕入れからあー準売り上げで割った数値ですねそれが34.6%で、えー、2月の営業日数ですね、えー、28日あって えー、営業日数が22日。で、このうちの3日間はあ、ケータリングで出張行ってるんですよ。だから実質、店舗の営業は19日の営業ですね。だから、3日間の出張代がだいたい21万ぐらいやったんかな。3日間で。だからそれを差し引いたら、まあだいたい250万ぐらいですね。19日営業で、えー、250万ぐらいの店舗の売り上げって感じですわ。 で、それを紐解いていくと、大体、1日の平均の来店数。1日営業して、えー、何人のお客さんが来てくれるかってやつね。この5.04人っていうのは、この出張の人数も入ってますわ。なんやかんやで。<laughs> それ抜いたら5.3人ぐらいなのかな。まあまあ、大体1日5人は、うちのお店に来てくれてますよっていう2月の統計ですね。で、えー、日売り売上、売り上げ。1日平均なんぼ売ってんねんって話なんですけど、 132,759円。えー、だいたい1日の売上で、えー、だいたい13万ぐらいが平均値ですよ。ってことですね。で、この月間の、お客数、111人。111人のお客さんが、あまあ、これもケータリング入ってます。出張寿司ね。が、あうちの店に来てくれましたってことです。で、ケータリングが、 えー2月合計で10人なんでだから10万人出したらまあい体101人100名ぐらいのお客さんが2月は来てくれましたってことですねまあさすがに111人っていうのはちょっと減ってますよねうーんまあ言い訳じゃないけどコロナの影響もさすがにえ投、ー、げにしもあらずってことですよねまあでもコロナやから売り上げが下がってやばいとか言うてる場合じゃないんで別にねえー、だからどないやねんっていうね だから、こうしていかなあかん、ああしていかなあかんっていうのを、もうずっとずっと酒のことずっと考えていかないといけないんで、いつまでも別にね、コロナがどうのこうの言うて凹んでる時間だったら、なんかね、酒のこと考えた方がいいと思うんで、<laughs> で、この原価率っていう、え、減価率はで、この2月の1人当たりの客単価ですね。お客さんが、うちのコースで食べて飲んで、 お会計した金額が税込みこ千24,975円ですよ。まあ大体、えー、二万五千円ぐらい。飲んで食べて2万五千円ですね。うちのんですよね。よねら100人来たら250万の売り上げになるやろうし、200人来ていただいたら、単純計算で二百五500万の売り上げに繋がるってことですね。なので500万売りたかったら、えー、お客さんの数を200人まで持っていくか、まあそれ持っていきながら、 単価を3万ぐらいまで上げるかとか、まあ、いろんなやり方があるんですけど、一番早い方法は単価を上げることですね。単価を上げる方が、一番売り上げも利益も伸びますわ。もう全然違う。ここの客数っていうのはもう、結構もう限界があるんで、うち1回っていう店なんでね。だからここをめちゃくちゃ伸ばしたいっていうよりかは、単価を <coughs> 上げた方が、飲食店の売り上げ利益っていうのはもう、歴然と上がるんで、ここを意識した方がいいですよね。で この原価率34.6%っていうのも、まあ実質の原価、ちゃんとした原価ではないんですよ。まあ結局棚卸ししてない原価なんで、表面原価って言われるやつですね。まあ、単純にし、今月仕入れた額から売り上げを割ったやつなんで、言うたら、この仕入れ額もそうなんですけど、1月末に余った在庫、例えば魚もそうやし、ワインとか何もそうやし、1月に買った分も、 2月の営業中に使ってるんで、それも含めてあげないといけないんですよね。だから1月に余った、この在庫のワインとか魚の、魚代金、37万1729円と、2月に仕入れた、この94万っていうのを足すんですよ、まずね。それを足してから、今度、2月末に余ったドリンクとか魚とかを引いてあげる。なんで引いてあげるか言ったら、 結局使ってないじゃないですか。使った分だけ <coughs>、使った分をちゃんと原価としてやるんで、この使ってない2月末に、まあ2月28日に、えー、ワインとか魚とか余ってるやつっていうのは、そこっから引いてあげないといけないですよね。その引いたやつを2月の売り上げ、この270万で割ることによって、ほんまにちゃんとした原価が出るんですよ。それがこの38.3%。 っていうことなんですよねで、えー、今までのうちの原価から言うと、えー、38%っていうのはめっちゃ高いですなんで高いか言ったらうちも35%超えたらちょっと危険水準になるんですよでもなんで38%でいけるかって言ったらあのー、実際この38%っていうのはドリンクも入れてドリンクとお魚関係、えー、食材費の原価なんで 原価、食材費の原価だけで言うと、うちはあの31.5%ぐらいなんですよ。で、何か言うとドリンクがうち原価高いんですよ。高いというか、全然利益率のしてないって感じなんですよね。マ、ま、ぁ、あ、もワインなんかもう、ワインがうちめちゃくちゃ安くて、えー、だいたい原価も70%台が多いですかね。なんでか言うと別にあんなんパコって開けて出すだけなんで、えー、そこに対して人件費もほぼほぼかかってなければ、 もていうかなん何時間の固定費というか、すんなも何もかからないんで方法をね。だからあんなもう横流しみたいな商品は、えー、利益率より利益額を意識して売っていった方がいいなっていう僕の判断でやってますわ。そりゃ、食材の原価に関しては、まあ、3倍取らなあかんっていうのもなんとなく意味わかるんですよ。それはだって一生懸命仕込み何時間もかけてやってるんですよ。で、コースで2時間、2時間半。 そこに対してもアルバイトの人件費、社員の人件費がかかりながら、労力かけての <coughs>、えー、コース料理1万5千円なんで、そら、その中に言うたらね、あの人件費とかいろいろ含めなあかんから3倍取らなあかんわっていうのはわかるんですけど、ドリンクなんかあのパコンってやるだけやし、冷蔵庫にずっと置いてるだけなんで、仕入れの業者さんから来たワインをそのまま冷蔵庫に入れて、注文が通ったらパコって開けて立つだけみたいな。 そんなに3倍なんか別に取らんでええんですよ。そこに3倍取るんやったら、お別に1.2掛けとか2倍も取らんでええわ。うちもワインの値段で2倍取ってるワインないっすもんね。だから利益額を意識して、えー、利益率よりね。だからそれで売っていった結果がこの感じです。まあでも食材の原価が31%、32%ぐらいなんで全然気にする必要ゃないっすね。で、次固定費っすね。で、 えー、ちょっと待ってよ。見にくいな。んで、固定費が、えー、合計。固定費っていうのは、あの、あれですね。もういつもやってる、この家賃とか光熱費、プラス、もう、まあ、ひと月何な何、絶対にかかる金額ですわ、言うたら。あー、休んでようが何しようが、もうほぼほぼ確定的にかかってくる料金ですわ。ちょっとまあ、あ ブレはあると思いますけど、電気代とか、その辺はブレあるけど、もう絶対にかかるっていうのが固定費ですね。だから固定の費用。必ずかかる費用。それが、マ、ま、イ、あ、アチン159,500円。まあ、売上ベースの全体で見ると5.8%ぐらいの比率ですね。で、電気、水道、ガス、えー、が、大体うちこんなもんなんですよ。電気が31,000。で、水道8,700円。で、ガスが4,300円ぐらい。<laughs> まあ、結構コスパいい店舗なんですよ。ほんまにね。なかなか、 電気代も高熱でかかりにくい店舗。で、この店舗の電気代っていうのが電話代か。19,352円っていうのは、えー、今までソフトバンクの、なんてか、ワイモワイルか。ワイモバイル使ってたんですけど、えー、4,200円くらいかかってたんですよね、次そう。もったいないから、もう全部楽天モバイルに変えたんですよね。楽天モバイルでも2年間、えー、実質無料なんで、だから、携帯代とか通信費に僕お金とか投資するのめちゃくちゃ嫌いで、 あんなもったいなことないじゃないですか世の中だから携帯代に1万円とか払ってる人なんかマジどう頭おかしいんじゃないかなと思うぐらい,い実際これ見てる人で払ってる人とは頭おかしいだけ言ったらあかんすけどだから携帯代とかそういうのは僕もうめちゃくちゃシビアなんですよだから自分の個人の携帯も携帯代もここ2年1年半1年半ぐらいか1年半ぐらい払ったことないしっていう状態ですよねだから店も楽天モバイルに変えてただに来月か3月かもうただっすわだから だからこの解約費で19,352円。ちょっと高めに取られたやつですね。で、この税理士の、税理士さんのね、毎月の、ええー、お金が16,500円。で、お絞り。これももうつによってね、あの、うちは変動あるんでね、ええー、に、一本202円で納品してもらったお絞りを、ええー、きっちり使い、使ってあの、きれいに返し、返したら、180円がバックしてくるみたいな感じっすわ。 だから実質1本22円って感じですね。それが、あ、えー、使ったり返したりして、差額で、えー、請求される感じで5489円。まあ8000になる時もあるし、1万円になる時もあるし、3000の時もあるし、まあそれはバラバラっすね。で、えー、この政府代らいっていうのが、まあほぼほぼこんな感じですわ。17405円。えー、うちのスタッフの、まあ僕もそうっすけど、 カッポーギやらホールの制服を、えー、週に1回ちゃんと洗って綺麗に、えー、アイロンやらかけて糊もつけてパリパリっとして持ってきてくれ,くれるでカーペットとかも変えてくれてこの月1か月この料金ですねで Wi-Fi だ店の Wi-Fi ねが4271円、まあ、これも無料にすさせる方法はあるんですけどまだちょっとやってないですね、えー、で次このリース代っていうのがうちスチコンと お洗浄機が、えー、月のリースなんですよ。それを合わせて2台で25,380円ですね。で、このゴミ代。まあ、ゴミ代はもう毎日捨ててるゴミをゴミの業者さんが取りに来てくれて、悩んでしてくれる。それが7,700円と、この売上システム代っていうのが2,178円。まあ、毎日毎日あの、売上入力して、えー、日報入力ですね、要はあ。で、人件費、人件費ちゃうか。 食材の原価入力してバーってやって何してたらこういう数字が勝手に出てくるみたいなシステムがあるんですよ。まあ、アプリみたいなやつですね。そのシステムアプリ代が2178円。で、えー、次なんですけど、やっぱり飲食店といえば固定費もそうなんですけど、次人件費っすよね。要はそれにお金がかかるんですよ。効率が悪い店舗は特にね。で 人件費が、あ今月は335,295円、えー。今までは10万円とか11万、12万ぐらいだったんですけど、まあ、ほぼ10万切ってました、代々ね。なんでここまで上がった言うたら、これ見てくれたはる人分かるかもしれないですけど、おにぎりくんね。うちの社員のおにぎりくんが来てくれてるんで,で、おにぎりくんが、えー、今は研修期間中なんなんですけど、まあ、2、3ヶ月ぐらいですね、多分。まあ、結構もう覚えも早いし、もう寿司も握れるようになってるんで、 1>, 1ヶ月、2ヶ月ぐらいで下手したらね、正社員雇用できるかもしれませんね。まあ今は、えー、研修期間ってことで25万にしてます、次ね。で、それプラスアルバイトのスタッフうち3名で今はね、えー、その子らが8万5290コイン。で、売上全体比で考えると12.2%のー人件費がかかってるっていう感じですわね。まあ、 僕の給料をここに、まあ今は個人事業主なんで、僕の給料をここに入れてないんで、まあこんだけパーセンテージ低いですけど、例えば僕の給料ってまあ30万40万って入れたら、やっぱここの悪いも悪なりますわね。当たり前の話。で、えー、その他資材経費。その他資材というのはまあラップとか袋とか、えー、食材とかドリンクとか以外の経費ですね。でそれがまあ月2万1413円。で、 えー、店舗の器代ね。やっぱり店舗って何回院は割れたりするんで、器ね。それが、え千、ー、9196円ですわ。で、こっから、あ売り上げの270万何ぼから、えー、どん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 引いていった額ですね。えー、仕入れ代金引いて、固定費引いて、人件費引いて、全部さっき説明したその他も引いたら、あこの利益が112万1764円。 これが、いわゆる、えー、営業利益って言われるやつですね。で、それをちょっとわかりやすく、えー、表にしたのが、こんな感じなんですよ。で、ここの、えー、さっきの売り上げね。売り上げが273万。何々ね。で、そっから、この、変動費って言われるやつ。これが原価率なんですよ。あのー、売り上げに応じて、えー、ここの、 金額も変わりますよっていう。変動しますよ。売上に応じて、ここの CD 額、原価とかが変動するっていう費用を、変動費っていうやつですね。固定費って変動しないでしょ。売上がこんだけガツンって上がったから、1000万になったから、固定費、家賃もその分10倍になるみたいな <laughs>。そんなんじゃないでしょ。だから、売上とかが10倍とか2倍とか3倍とかなっても、 もう変わらないっていうのが固定費。家賃。家賃なんかもう変わらないでしょ電気代ももうそんな変わることないし。売り上げ10倍になったからって電気代も10倍ねみたいな。携帯代10倍払ってるみたいな。そんなのないでしょ変わるのは原価だけですね。それが変動費。それが94万9000円、ねで。これが34.6%。それを引いたやつが、あ,あら利益って言われるやつですわ。<coughs> このあら利っていうのが178万。ね、何に何に で、そこから、こっから固定費が引かれる。その固定費っていうのが、うちで言うと667,972円の24.3%ですね。この売上に対して。で、この固定費の内訳っていうのが、あさっき説明した人件費の33万5千円と、お家賃、公熱費その他の33万2,677円。で、 この二つを合わせたら、24.3%ですよってやつですね。で、それを引いた額、すべてこの経費、いわゆる経費っていうのを引いた額が初めて営業利益って言われるやつで、112万1764円ですよね。で、問題ないか、こっから、これで、ね、うわ、俺の給料112万もあるやん、じゃないんですよね。 世の中日本っていうのはすんごい税金が高い国なんで日本で金持ちになるのはだいぶ難しいですよね <laughs> だからここから税金まあ多くこういうのは多く見積もっといた方がいいですまあ経費さ削減して、まあ、35%も正直、えー、この利益ベースだってかかんないですわかからへんねんけどももうあえて多めに取っといた方がいいですよ少なく見積もっといてえー、こんだけ残るわと思っといてお金使ってうわっ 実際ちょっと税金もったもっと高かったわってなった時に苦しくなるの自分やから必ずある程度高く見積もっとくその予想の人件費とか予想の固定費もそうやけど高く見積もっといた方があたた自分楽なんで絶対だからまあ税金35倍だったところで39万2000円がええ国に持っていかれるわけですわ要は112万残したと思っても大も方40万取られるんですよで それに対して、えー、税引きご利益。これが、いわゆる純利益です。僕の、えー、サラリーマンの方の給料でいう手取りってやつですね。手取りが72万9千円。っていうのが手取り。で、きゅあのサラリーマンの方の給料でいうこの、これが額面ですわ。営業利益は。額面からいろいろ何か引かれて、社会保険とか、ね、えぇ、ー、国民年金なんか引かれて、税引きご利益っていうのがこれ、給料ね。 でも、こっから、僕らみたいな事業主っていうのは、銀行から借り入れとかしてたら、ああ、この銀行の借り入れ返済ね。これ、元金だけですわ。利益っていうのは、利益ちゃうわ。えー、金利、金利は、あ経費に落とせるんですけど、元金っていうのは資産の移動なんで、えー、経費には使えない金額なんですよ。だから、この僕の手取りの給料から、 この銀行の借り入れ返済であったり、家の家賃であったり、生活費に使っていく感じですね。だから別に72万手取りでもらってても、おすぐなくなるからね、こんなんちょっと贅沢とかしたら、えー、例えばえー、家住んで、車乗ってとか、毎日美味しいもん食べに行って、でも子供おる、二人三人おるってなっていったら、こんなんもう72万なんかふーって飛んでいく金額なんで、だから全然すごくもないし、 全然残ってもないですよね。だからまあ、この手取りで残った金額も、えー、ただただ銀行に貯金するだけじゃなくて、まあ投資信託とか資産運用していったりとか、えー、節税したりとか、そういうので、えー、ちゃんとキャッシュ貯めていった方がいいですよね。で、ここで問題なのがその時短営業、営業協力金。えー、今飲食店がね、1日6万円出しますっていうのが国、大阪でやってくれてますけど、それはどういうことなんかって言うたら、 基本は課税所得なんですよ。おお、課税所得言うたら、このいろいろ、給料とかあるじゃないですか、えー、経費を引いた後に、この営業利益。営業利益に対して税金がかかるんですよ。ってことは、何が言いたいか言ったら、この営業利益プラス、この1日6万かける28日の168万。これが、営業利益に乗っかるんですよ。 で、乗っかった金額が280万なんですけど、この280万に対して、税金かけますよっていうことなんですよ、これって。もう、実質、168万もらえるんですけど、それも、税金かかるんですよ。これは絶対覚えておいた方がいいです。でも、税金かかる人って、まあ、課税所得なんで、例えば、今期1年間、営業してみて、赤字、赤字やったら、あー、 これは税金かからなくて、168万そのままもらえるんですけども、例えば、今期が黒字、黒字申告になると、この168万というのも、税金がかかるんですよ。で、この営業利益に対して、足して、168万足して、280万に対して税金がかかる。その税金が98万なんですよ。だから、変な話、普通に営業してて僕が、 営業の利益で280万残してたとしても、98万、ま、実質100万ぐらい国に取られますよってことなんです。まあまあひどいでしょ <laughs>。まあまあ、それはさて置いておいて、別のコーナーでまた何回やりますわ。で、その98万取られた後の、この182万1146円っていうのが税引き後の純利益なんですよ。これがだから実質さっきで言ってた、僕の給料になるわけですよね。まあだからこの協力金も別に、 申請してますけど、ちゃんと降りるかどうか分かれへんし、実際問題。ほんで、めっちゃ、めちゃめちゃ、あの、入金されるのが遅いっていう、やっぱニュースになってるんで、それ仕方ない思いますけどね、不正が多いんでね。それは、いろいろ審査しないと、えー、それは国も、ね、誰それと誰でも、168万入金するかによって違うんで、まあ、それは仕方がない。まあ、でも、とりあえず、だから今はね、えー、店として利益が出てるんで、この利益でなんとか回しながら、 あ協力金が入ったらそれをきっちり残してまた店のねええ備品買ったりとか投資に回したりとかするので回していかんとかあかんすわねだから協力金もらったからといってええ全部が全部使ってたらめちゃくちゃ痛い目合うんでこの税金分はもう絶対に違う銀行の口座にプールしといた方があいいっていう感じですねこれが協力金とうちの今月の 2月の売り上げ、準売り上げと、えー、利益でした。でまあ、さすがにね、えー、コロナなんで、コロナなんでって言って、もう一言い訳しちゃうのか <laughs>、えー、まあ、売り上げ下がったりとか、まあ、利益が下がりましたけども、もうなんとか黒字化できてるんで、まあ、首の皮は1枚つながってる状態ですね。だからまコロナ上げてからね、どこまで伸ばしていけるか、どこまで伸びるかわかんないですけど、 まあやっぱり最低でもうちの店の規模でいくと300万を売っとかなあかんすわね300万を売って営業利益はやっぱ130万ぐらいはあ残しとかないとうんうんってとこっすね正直ねでまあだからもうちょっともっともっと軌道に乗ってきたらね次400万500万っていうのが見えてくると思うんでえー、それも含めちゃんとね筋道目標を立てて今後もやっていきますわね まだあのこの表、めっちゃ簡単なんで、えみんなも、皆さんもね、飲食店やってる方とかいてれば、この表、めっちゃ簡単なんで、これさえ覚えてたら、なんとかなりますわ、別に、正直。<coughs> でだから、自分の給料が、例えば100万欲しかったら、100万ってここに書いて、逆で考えていったらいいんですよ、100万もらわなあかんってなったら、税引き前でなんぼ稼いとなあかんねんみたいな、税引き前でこんだけ稼がなあかんってことは、営業利なんぼいんねん。 英雄利益こんだけいるってことは、固定費なんもれ抑えなあかんのかな固定費なんもれ抑えなあかんってことは、あらりでんも出しとかなあかんのかなあらりんもってことは、原価これに抑えとかなあかんなってなったら、売り上げこんだけいるなになるんで、すべてすべてあの逆から考えていけば、おのずと目標が見えてくると思いますわ。売り上げこんだけいるってことは、お客さん一日何人来てもらわなあかんのかな単価どれにしたいのかなええすべてね。 明確に見えてくるんでそれがきっちりしたあ目標でであると思うんですよねそれが分かってないとだってじゃあ今月1000万売るぞってなってもどうやって売ったらいいか分かんないじゃないですか単価も分からん、えー、来客数も分かってないな何してんねんただ言うてるだけそれ言うてるだけのやつ、うん、だからきっちり、えー、こんだけ売り上げを作りますとそれに伴ってお客さんこんだけ来てもらって単価こうして あだこう出してやっていきますっていうのを明確にしないとちゃんとした意味のある目標にならないんでそれはね僕も肝に銘じて今後もやっていこう思うんでえいいなと思ったらまたいいねとかしてみてくださいねコメントもできるだけ僕あのすぐ返すようにしてますんでえそれは今後も頑張って続けていこうと思いますではま,あまた3月4月えまだ売り上げどうなったかっていうのをできるだけ上げようと思うんで頑張ると思うんでえまだまだよろしくお願いします では。